はーい、お疲れ様です、元光です。今回のお話なんですけど、あの富士テレビがですね、ついに視聴率再開になったぞーっていうことで話題になってるんですよね。で、元アナウンサーの人から、幹部は総辞職するべきだ、センスがねーっていうのをね、担当直入に切られちゃってるわけなんですよね。まあ富士テレビといえば、殿様商売みたいなことしてるーみたいなことがあったり、まあとにかく炎上する話が多くて、元光もね、動画で取り上げまくってたわけなんですよ、ね まあ、ついにですね最下位までなってしまうっていうようなそんな話なんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、早速記事読んでいくんですけど幹部は総辞職するべきだって視聴率最下位のフジテレビ元穴が明かす低迷の衝撃事情だっていうことで、えー、重大事件が起きても編成内容を変えることなくブレずにアニメ放 放送そんな独自路線で知られるテレビ東京がゴールデン帯の世帯平均視聴率で開局以来初の最下位脱出を果たしたっていうことで、ま、テレビ東京が今までね最下位だったわけなんですよねテレ東は5.48%ついにと言うべきか最下位に転落してしまったのがフジテレビで5.41%でしたっていうことでついにフジテレビが最下位だーっていう話なんですよま今までののっていうが こちらになるんですけど、主要局年度世帯視聴率のその推移がこちらで、えー、とテレビ東京がこの一番下のね、えー、ラインになってるのと、あとフジテレビが、えー、この紫のとこですよね、まあ一時もすごいトップにいたぞーっていうとこから一気にガーって下がっていってるわけなんですけど、で、2023年度の時点でもうテレビ東京とほぼ変わらないと、再開寸前のとこまで行ってたんですけど、ついにこれが再開になったーっていうような話なんですよね。でね、月光を テレビでは夜の街から OL を消し楽しくなければテレビじゃないのフレーズの通り大人気バラエティ番組を量産80年代以降フジテレビはトップオブトップのテレビ局だった役員がキャバクラに行ってもう無理ですということでかつての古巣をそう嘆くのは元フジテレビアナウンサーの長谷川豊シって今回何人かの元フジに長楽の理由と再検索について取材を依頼しかし多くが口をつぐみ応対 したのは長谷川氏のみだったーっていうことでこの人が答えてるぞーって言われてるんですけど、まあ、この、えー、元アナウンサーも結構ね問題発言とかするような人ではあるんですよね、まあ、一応紹介しておくんですけど長谷川豊氏といえば自業自得の人工透析患者なんて全員実費負担にさせようって無理だと泣くならそのまま殺せーとかってむちゃくちゃな発言してたりだとか8割方の女ってのは私はほとんどハエと変わらんと思っていますだとか問題発言しないと しまくって炎上している元アナウンサーではあるんですけど、まあ、この人がフジテレビをね切ってるぞっていうことなんですよねラーメン店に例えればわかるのですがラーメンがが美味しくくななないから客が来なくなってるんです単に面白い番組を作ることがフジだけじゃなく全てのテレビ局や YouTube などのコンテンツ産業の基本これってセンスですべてが決まるんですよっていうことでまあ、いいコンテンツかどうかっていうのはセンスで決まるんだよっていうのを言っててまあそりゃそうだよね 長谷川氏は富士時代長らく朝の情報番組特ダネを担当。同番組終了時に以下のように話していたと。在籍当時から口が酸っぱくなるほど言い続けてきました。今のままでは富士テレビはダメになる。視聴率も売り上げも落ちる。制作現場の制作費を削って役員がキャバクラに行っ 領収書を切る会社に未来はないって、まあ、確かにそりゃそうだねプライドの高いコネ入社の役員の皆様方はあの当時僕を罵りましたが全て僕の言った通りになっていますっていうことで、まあ、その裏側を喋ってくれてるわけなんですよね、まあ、確かにそりゃそうだなって感じがするんですけどセンスのない常識人が出世してしまうと事実視聴率は下がった。 今のフジテレビ上層部は間違いなくセンスがないんです。結果が出ていないのですから、僕はフジの室長以上の幹部は総辞職する必要があると思っています。それだけで結構変わると思いますということで、まあ、上の上層部さん、みんなやめちまえっていうふうに、ね、言ってるわけなんですよね。長谷川氏によれば何が美味しい、面白いか分からないセンスがない人物が多いというセンスのない常識人が出世してしまうことが問題なんですね。実は当然のことで センスがあって面白いコンテンツを作れる人間っておかしいというか変な人が多いその人たちには周りがバカにしか見えないから態度が悪くなるんですねなんでわかんねんだよと思っちゃうなのでコミュニティの中では孤立しますし出世しようなんて1ミクロンも思っていないだって面白いものを作ることしか考えてないから現場のスタッフはまだセンスがあるかっていうのに社員が1300人もいるので中にはセンスのいい人間もいますほとんどやめてますけど えーと思う某人気番組のプロデューサーはバラエティー班の出世レースの犠牲者で某出場となり毎日座るだけの生活を送っていますだとか最後にあえて巧妙があるのかを聞いたともっと不動産を買って富士不動産会社に名前を変更すべきですテレビ事業はサイバーエージェントの藤田社長に売却するのがいいと思いますよって楽しくなければの先に残ったものはーっていうことで。 まあこの元アナウンサーにおよくお前が言えるなーって感じはするんですけど、まあ、確かにね、まあ、めちゃめちゃ殿様商売してこんな感じで役員がキャバクラ行って領収を切るような会社終わってるみたいな、まあ、確かにそんな感じはしますよね、まあ、ニュース番組とかですらなんかセンスのない感じがすごい感じちゃいますからねフジテレビの番組、まあ、いかにテレビ様みたいな感じで殿様商売してるかっていうのは今までも炎上でねいっぱいあったんで、えー、フジテレビの 仕事がやばすぎるだろうみたいな、まあ、それに変更的な報道するなーっていうのもネットでよくね叩かれる内容でもあるんでもう本当にオコン化してるんとに、ねねまあ、全然テレビ局に信用性がないから、まあ、だったらアニメとか放送してるテレビ東京見てる方がまだマシだーってみたいな感じになっちゃってるんだと思います。 まあだって、正しく早い情報って、ネットとか見てる方が、ものすごくね、えー、いっぱい情報として上がってるんでね、まあ、そりゃ、テレビ局が信頼されてなかったら、見る人いねえよな、っていうことで、まあ、ついに再開量落ちてしまった、フジテレビだ、っていうね、話でした。まあ、ということでね、ネットの意見もね、見ていこうかなと思うんですけど、嫌なら見るな、に、韓流ごリ押し、それはこんな連中の作る番組なんぞ見れんわな、っていうことで、まあ、確かに、それ、韓流ごリ押しとかも、むちゃくちゃですもんね、電波がもったい。 いな電波取り上げてオークションにかけるべきだって、まあ、こんな意見だとか他には上層部が最下層までものすごい殿様商売でいきり腐ってるという話はよく聞きますがむしろそんなんでよくここまで続いたなと感心しますということで、まあ、逆に感心するぞーってそんな状況だったのにっていうのがね言われてたり他にはどこのメディアも20年ぐらい時代の止まった人が作ってそうだけどフジテレビは30年ぐらい時間が止まった今 未まだに自分が若者だと勘違いしてる老人が作ってる感じがするっていう風にね、言われてたり、センスだよって感じなのかな。とか、他には早朝出社前の忙しい時に、長尺の K-POP 関連情報とか、韓国グルメとか、全く必要ないから他局を見ることになるって、まあ確かにそうだよね。その朝のさ、ニュースの時間帯でね、放送されるもんが K-POP だらけだとかってなったら、そんなの見る必要ねえわってなっちゃいますよね。普通にニュースを見せてくれって。とか、他には、 富士というか民放テレビ局自体がすでに社用産業だし変更報道だらけの SNS の2番宣時ではもはや存在意義すらないっていうことでいやそうだよね SNS の2番宣時状態だからねで家にテレビはあるけど大抵は VOD 専用でテレビ番組はほぼ見ないって人が大多数なのではって規制も厳しいようだしもう NHK だけでいいんじゃないのって、まあ、NHK 自体も必要性を求めてた感じないですけどね、まあ、テレビ業界全体で と思いますとか他には1980年代に楽しくなければテレビじゃないと盛んに煽っていたフジテレビもうテレビじゃなくなったのかもしれないっていうことであ楽しくなくなってみんな離れていったっていうことであればもうフジテレビはテレビじゃねえっていうふうにね言われてたりもしますねとか他にはコメンテーターの人選からしてセンスがないとしかってコメンテーターとか、まあ、ニュースとかに出てくる人、まあ、そういう人たちがセンスなさすぎなんだよっていうふうにね言われてたり他にはセンスもない 嘘はつく、忖度ばかり、それなのにコンプラとかうるさい、そりゃ魅力ないよなーっていう風に言われてたりするんですよね。まあ、そりゃそうだよ。まあ何よりもね、まあ、信用がない、嘘はつくとかっていう風に思われてる時点で終わってるんじゃないのかなとは思いますけどね、メディアとして。ということで、まあ今回はフジテレビがついに最下位になってしまうっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルではジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録 どこもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。